日本人では初となるメジャー通算200号を達成したドジャース、大谷翔平選手、30の1週間を振り返ります。画像、大谷翔平1週間の活躍、30代初ヒットホームラン、日本時間7日は本拠地でア・リーグ中地区シュイブルワーズとの一戦。大谷選手はここまで15打席ノーヒットと当たりが出ていません。 今月5日に30歳になったばかりの大谷選手の6回の第4打席、30代初ヒットはあと少しでホームランという3ベースヒット。そして8回、1点リードの場面で30代初のホームランは4試合ぶりの28号。日本人初のメジャー通算200号に大手をかけました。今季メジャー最速の20本 &20 盗塁。 ロバーツ監督がオールスターに選ばれた選手6人をチームメートたちの前で発表しました。いよいよ大谷選手が紹介される晩に、ロバーツ監督、彼がドジャースに来たその日から、オールスターに選ばれると分かっていた。世界の、そして野球界の人気者だ。ドジャースに来てくれた生っ粋のスーパースター、翔平大谷、おめでとう。紹介された大谷選手は、ちょっと照れくさいのか。 はにかむような笑顔を見せていましたドジャースが誇るスーパースターは3回の第2打席、痛烈なセンター前ヒットで出塁し、今シーズン19個目の盗塁を決めると、3番フリーマンがフォアボールで1塁へ。さらに1塁ランナーのフリーマン選手と揃ってダブルスチール、今シーズンメジャー最速で20本塁打20盗塁に到達しました。3試合連続のヒット盗塁。 日本時間10日は東地区首位を独走するフィリーズと対戦しました。3回の第2打席、カットボールに詰まりながらレフト前に落とし、3試合連続のヒットとなりました。そして塁に出れば、すかさず走る。これで3試合連続、21盗塁です。大谷選手は打って走っての活躍を見せましたが、チームは10失点で大敗です。 ダブルコート40から40ダブルコート射程圏内 &4 年連続最優秀ダブルコート。日本時間11日はプレイボール直後からエンジン全開。1回の第1打席、初球を振り抜き、ライト全ヒットで出塁します。そして自身初、日本人最長タとなる4試合連続の盗塁を決めます。このままいけばホームラン48本、38盗塁ペース。 スピードとパワーの象徴と言える40本類だ40等類、40から40も射程圏内となります。達成者は昨シーズンのアクーニャ・ジュニアを含めメジャー史上5人のみです。そこでクイズ。日本のプロ野球で達成者は残念ながらいないのですが、この4040 40に最も近づいたのは誰でしょうかヒントはホームインの時の爆中が印象的な選手です。正解は、 秋山浩二さんです西武時代の1987年にホームラン43本、盗塁38個をマークしました。ホームランを打った後に披露した爆中ホームイン、すごかったですよね。では、再び大谷選手の活躍に戻ります。日本時間11日、大谷選手はアメリカスポーツ界のアカデミー賞とも言われるエスパイ賞を MLB 部門で史上初の4年連続で受賞しました。 新たな勲章を手にし、チャンスで迎えた第3打席。左中間へ運び、同点のタイムリー。3試合ぶりのマルチヒットをマークします。7回、ホームランが出れば逆転の場面、対するはオールスター選出のサワンストラーム投手、32、です。スライダーに空振り三振、チームは3連敗。